炎生寺は、大阪府水田市山田東にある高野山真言宗の寺院。寺殿によれば、忍受三年、門徳天皇の直により、円人が創建。円人が桜の木の中に監督した千樹観音を、自ら一刀三礼して禁刻した千樹観音菩薩像を本尊とする。上元十二年に、聖和天皇が行行行されて、本尊を秘仏と定める。 元行六年には、養精天皇が病気回復を祈願し、その御霊として行行された際、日光菩薩、月光菩薩の脇地を寄進したという。官表六年、宇田天皇の直命により、第五次の消防理研大師が入寺し、不動、美写門に天を、御ま道に安置、皇后の病気兵をご祈祷する。これより、新言の道場となる。寺棒は、 山田全域に建てられ、縁美坊、十字坊など十余の僧房があり、観音堂、奥院など七道伽藍が整備されたという。応仁の頃細川氏の家臣、高材現場が山田省中村に一条を構え寺領を横立し、伽藍を破壊。江戸時代初期、縁実坊あじゃり格言が残った諸仏像を総道に祭り、市村本願寺県女に帰した時期も衝動に諸仏を安置されていた。 ようやく、万事年間に、法青おぐかくが、領主板倉和上の助力で再建する。昭和45年、本堂を新築再建する。平成8年、順太古堂、首郎、地蔵堂を新築再建する。大阪府北部地震及び、平成30年台風、第21号の影響により、山門と地蔵堂が破損し、解体される。ありがとうございます。